吉宗評判記暴れん坊将軍。早見郡別府、後年一大温泉郷として発展するこの地は、江戸時代の初めからすでに温泉町としてにぎわっていた。番頭さん、おはようございます。番頭さん、野菜届けに来たよ。ああ、そうか、じゃあ中入ってくれ。番頭さん、ご苦労さん。ありがとうございます。じゃあまた頼むよ。しっかりして、しっかりして、しっかりして。なぜつける？いえ、私は。怪しいやつ、来い。からの使い場と今日も参りませぬな。文後天領で火薬の密造が行われているという情報をつかみ、捜査に向かってすでに一月。一体どうしたのでございましょうか。半月も連絡がないというのは尋常ではありません。何かあったとしか。火薬密造は天下の乱れの元となる。捨ててはおけんな。じい、何か言うことはないのか。は、俺は火薬密造の取り締まりを徹底的にやると言っておるんだ。結構でございますとも。どうぞおやりくださりませ。おう、そうか、やってもよいのか。どうぞどうぞ。なんせ文後までは263里、いかな上様でも九州へ行くとはおっしゃいますまい。いや、今度ばかりはじいも安心いたしております。本当にいいんだな。手紙ですよ。ご苦労様。じゃ、確かに。ご苦労様。ねえ、お姉ちゃん、どっから。うん、私が昔お世話になったね、別府の湯の花問屋、田の倉屋宗兵衛さんが相談したこともあるし、うちの人と一緒に遊びがてら来ないかって。わあ、素敵。こんなことでもなければ九州なんてなかなか行けないわよ。ねえ、行ってくれば。そうだね。おかみさん、帰りました。あら、おかえり。おかえりなさい。芸者一人かい。ええ、早かったじゃないか。ぼやで済みましたから。そうかい。けど頭がどぶ板を踏み抜いて足をくじいたんですよ。
今そこへ。お前さん、兄ちゃん、大丈夫かね。大丈夫だ、大したことねえから心配すんな。おりこ。先生、どうなんでしょうか。大丈夫、大丈夫。くじいただけだから、一月も静かにしてりゃ治るよ。一月よかったな、一月となるな。お大事にな。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。お待ち、はい。ちゃんと怒ってくれよ。どう。どうも。おいおい、一月となったらお前これ九州なんか行っちゃらねえぞ。そんなこと言ったって、お世話になった方のお招きだし、お断りするわけにいかないよ。お前一人で行ってこいよ。やだよ、あんな遠いところ。一人なんか寂しいよ。それじゃあ私がお兄ちゃんの名代で一緒に行くわ。ダメダメ、お前、女だけの旅は危ねえぜ。おかみさん、あっしが行ってやるぜ。何が言ってやんで、頭の名代なら一の子分の俺が務めるのが筋だぜ。この際一の子分もヘチマもあるかい。おかみさん、お供は足が俺だよ、俺。海は突っ込んでな。どれ、危ないよ、お前。プロイトルどうすんだよ。分かったよ、俺が留守ましてから、お前らみんな一緒に行ってこい。やったー。おお、待て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 。そうはいかねえぜ。怪我人の頭一人残して、俺たちだけ行くってな。それはいけねえよ。いやいや、それは大丈夫だけど。いやいや、頭。本当だよ、お前ちゃん。そうはいかないよ。誰か看病に残らなくちゃ。言い出しっぺだめ、源さんの女よ。あそこ、あそこ、あやろ。俺は頭の名代だ。ほんじゃ誰か。もう大きいわ、大きいんじゃねえ。大きいんじゃねえ。ちょっと待ちよ。それじゃさ、じゃんけんで決めたらどうだい。ね、そうしようよ。負けた方が残るんだよ。いいね。いくぞ。行くぞ。じゃんけんぽん。アイコール、ショット。アイコール、ショット。おめでとう。女、貴様どこの隠密だ。大目付か、薩摩か。何を探っていた。言え。言わんか。しぶといやつだ。もう20日以上も口を割らん。おい、もっと攻めろ。このまま。加納老人をどう言いくるめたか、城中のうるさ方をどう取り繕ったか、ともあれ道中さしたるお話もなく、吉宗主従は豊後の国へ入った。なんだかだとごまかされて、とうとうこんなところまで。上様もすっかりお人が悪くおなりですな。まあそういうな。ゴミゴミした江戸と違って、見ろこの雄大な風景、いい気分ではないか。何がいい気分なもんですか。こんな妙ななりをさせられて。じいは江戸の武具商人、加納屋の隠居五郎兵衛と知り合うことにしておくんだ。俺は道中の用心棒、差し詰半蔵は手代というところだな。は、用の買い付けに来たということにすれば、火薬密造の実態、お園の安否なども探りやすくなりましょう。うん、いいな、じい、頼むぞ。はいはい。では加納様。おっと違うぞ、お主は飽きんとなんだ。あ、そうでございました。ではご隠居様、私は下に参り、西国代官様にお目にかかってまいりますので、ここでお別れいたします。うん、頼みますぞ。では、うん、行こうか。ははもうダメだよ、私はもうびっくりして歩けやしないよ。もうやってもうよ。おい、あと3匹だ。俺頑張って頑張ってよろ。さあ、おかみさん。上様、世の中にはよく似た人間もいるもんですな。ほら、あの一個、めぐみのおさいと若いのそっくりだ。何を言ってるんだ、あれ本物のめぐみだぞ。え、おい。ああ、世の中にはよく似た人がいるもんだね。あの二人、加納様と新さんそっくりで。何言ってんのよ、本物の新さんじゃないの。新さん、どうしたんだこんなところで。いや、実はね、別府の湯の花問屋の旦那のご招待を受けて、これからね、みんなで別府へ行くところなんだよ。湯の花問屋、それはちょうどいい。俺たちはちょっとした役目で硫黄のことを調べに来たんだが、湯の花問屋なら硫黄とも関わりがあるし、
便宜を図ってもらえるかもしれん。どうですか、野さん。これ、おさい。わしを江戸の商人ということにして力を貸してもらえんか。いいですとも。それでご一緒に。ね。おお、ほや、田之倉屋さんってのはまだ遠いのかい。もうすぐだよ、連れてってあげよう。ここだよ。そうか、世話になったな。どうもありがとう。珍しい小屋だな、おい。あ、ほんと。うん、そうか。うわー、なんだなんだ。ちょっとお尋ねたいことがある。この小屋は何をする小屋だ。おい、なんだよ、バイスのやつだ。おお、おさいさんでは。ああ、田之倉屋の旦那、お久しゅうございます。遠いとこをようこそ。あの、うちの人がちょいと怪我しまいまして、それで妹や若い子が名代だってゾロゾロついてきちまいまして。そうですか。いや、これは娘のおてる、手代の圭吉です。皆さん、どうぞごゆっくりなさってくださいね。あ、旦那、それからあの、こちらは江戸の商人で加納屋のご隠居さん、それであの、道中の用心棒の新さん、あの、途中で偶然一緒になりまして。加納屋五郎兵衛です。どうぞよろしゅうに。徳田新之助です。あ、圭吉、皆さんに湯の花作りのご説明を。はい。この辺りは地熱で養分が吹き出しますので、こうして藁小屋を建て、青粘土の上に寝かせておきますと、40日ほどで湯の花が取れます。湯の花って言うと、風呂に入れると体にいいっていう、あの湯の花ですかい。はい。この町の湯の花の約7割をうちの店で扱っております。どうぞ皆さん、ゆっくりご覧になってください。さあ、どうぞ。それじゃあ、みんなね、あの、見せてもらって。はい、どうぞ。あちら、へえ。ああ、お姉ちゃん、大丈夫ですか。お姉ちゃん、大丈夫だよ。ああ、びっくりした。あら、着物に湯の花。ああ、気をつけないと着物がボロボロになりますよ。大丈夫よ。何かあったんですか。はい、20日ほど前、わけのわからない爆発が起こり、たくさんの方が亡くなりました。おそば御用人、加納様の命で来たというのか。はい。加納様には硫黄の横流しや火薬密造の噂に大層驚かれ、実態を知りたいと言っておられます。さようか。ご心配をおかけし、穴があったら入りたいような気持ちだ。しかしな、この四方が手を尽くして調べたところ、そのような事実は一切ないということが判明いたした。根も葉もない噂に過ぎませんでしたので、どうかご安心くださいますよう加納様にお伝えくださいませ。田之倉屋さん、いや、実は私たちがはるばる江戸から出向いてまいりましたのは、硫黄の買い付けのためですのじゃ。それも火薬の原料になる質のいい硫黄が欲しいんです。どうじゃろうな、相談に乗ってもらえますまいか。そりゃ残念でございました。私は薬屋、私の作りますのは、真の臓の病、婦人病、神経痛などに効く湯の花と明晩だけで、硫黄は作らないのです。作らん。しかし、湯の花を生成すれば簡単に硫黄になるのでは。その通りです。ですが作りません。なぜ作らんのですな。火薬は人を傷つけ殺します。私は人を助けても殺したくはないのです。
姉さん、江戸の加納屋の者ですが、ご隠居様お付きでしょうか。はいはい、今お風呂ですよ。そうですか、どう。さすがにいい湯だな。露天風呂とは何とも風雅ですな。ただいま戻りました。ご苦労。それで代官には会えたのか。はい、堂々の知り太夫様は硫黄の横流しも火薬の密造も根も葉もない噂だと断言なさいました。何、根も葉もない噂じゃと。お園の消息はどうだ。まだ何の手がかりも。ところで土地の者の話ですと、この土地には十軒からの湯の花問屋があるそうですが、田之倉屋以外の品は混じり物が多く、精製してもあまりいい湯は取れないようです。しかし田之倉屋はしっかりした男だ。他の問屋は分からんが、あそこだけは横流しをしていないとみて間違いないな。お待たせいたしました、田之倉屋でございますが。拙者は町外れで兵法道場を開く尾形陣内と申す。火薬の原料にする質のいい硫黄が欲しい。高く買い取りへ用意いたせ。申し訳ございませんが、手前どもでは硫黄は作らぬことにしておりますので。なればすぐに作れ。いや、硫黄は作らぬことにしておりますので、どうぞご勘弁くださいまし。なぜ作らぬ。何としてもその方の店の質のいい硫黄が欲しいのだ。田之倉屋、その方町人の分際で武士の頼みを断るのか。とんでもございません、どうかお許しを。どうあっても断るというのか。プレーナー、その胸は捨ておかんぞ。あの、おい、何かありましたって。乗れ、このままでは済まさんぞ。覚えておれ。あんたら、お嬢さん。ねえ慶吉、お父っつぁんが明日北の代官所に呼ばれてるんだけど、何でしょうね。硫黄の横流しのことでは。うちじゃやってないわ。しかしどこの問屋でもやっていますから、一応の取り調べはあるのではないでしょうか。心配なさることはありませんよ。もしうちが硫黄を作ったら、他とは比べ物にならない良い品ができるんでしょ。なんだか狙われてるみたいで気味が悪いわ。大丈夫ですよ、旦那様は信念を持って商いをなさるお方です。滅多なことがあろうはずはございません。そうだといいんだけど。お嬢さん、ではこうしましょう。明日は私がお供をして北の代官所へ参りましょう。そうしてくれれば安心だわ。お父っつぁんのことをお願いね。はい。みんな旅をして楽しんでるってのに、なんだって俺がふんどしなんかあらなきゃいけねえんだろうな。もうくせえな。それにしても何をブツブツ言ってんだよお前。なんでもないです、洗ってます。おお辰五郎、いたか。大岡様。お主が留守番だと聞いてな、退屈だろうと思って、ほら陣中見舞いだ。おきゅう、えい、ちょっと来い。おめえな、あの魚いてよ、刺身かなんかこう見つかるって持ってこい。やってなさい、行きます。大岡様、すいません。いや、実はな、上様も別府に行っておられるんだ。上様が密かに火薬の密造を探っておられるんだ。先生、できましたか。試してみよう。威力のある火薬ができるのに、儲けは思いのままだというのに、何としても田之倉屋の硫黄が欲しい。
じゃあ、気をつけて。お気をつけて。旦那様。うん。北へ参るには、あちらの道が近道でございますが。ああ、そうだったかな。何をなさるんです。私は田之倉屋庄兵衛、お人違いでは。えらいこと。助けを呼ばねば。切られた。はい、ただいま亡骸が戻ったそうです。おてるさん、とんでもないことになってしまって。どうしたんだ一体。今啓吉さんに詳しいことを聞いてたんだよ。さあ啓吉さん。はい。北へ行く途中で三人連れの旅のお侍とすれ違った時、その時お侍の刀の小尻に旦那様のお体がほんのちょっと触ったようなんです。お侍は武士の魂を汚した、無礼討ちだと言って、あっという間に旦那様。そんな無茶な、ひでえことしやがる。お嬢さん、私がお供をしながら申し訳ありませんでした。啓吉の言ったことは嘘だい。旦那様は別れ道に連れ込まれ待ち伏せにあったとです。俺は胸下げましたもんでついて行ってみた。啓吉のやつもグルに違いなか。何を言うの、そんなはずありません。お嬢さん、本当たい。こだまり。啓吉は15の年から10年以上も勤めた信用できる人です。なのにお前は何、雪倒れの流れ物をお父っつぁんが拾って湯の花小屋の番人にしたんじゃないの。そんな人の言うことが信じられますか。変なこと言わないで。万次郎さん、話は聞いた。お主の言うことにも一理あるな。雪倒れの流れ物言うこと信じるとか。行き倒れだろうが流れ者だろうが関係ない。お主の話嘘とは思えん。庄兵衛さんはめ組に相談があると言っていたそうだ。このことと関わりがあったのかもしれんな。質の良い硫黄を狙っての仕業ということは考えられないか。昨日来た尾形って侍が草か。やはり。どこに住んでいる。町外れに道場があるとです。おてるさん、しっかりしてくれなきゃいけないよ。おてるさんがしっかりしなきゃ、田之倉だけでなく日本中がめちゃめちゃになるかもしれないんだ。硫黄だよ。もし田之倉の湯の花から硫黄が作られるようになったら、大変な威力の火薬が出回りかねないんだ。
亡くなった庄兵衛さんはそのことをよく知っていたようだ。だから頼まれても脅かされても言おうは作らなかった。自分は薬や人を助けても殺したくない、いつもそう言っていた。偉い人だ庄兵衛さんは。自分の信念を持った立派な商人だった。おてるさん、庄兵衛さんの信念を継ぐのはあんたなんだ。庄兵衛さんの意志を継いで人殺しの道具だけは作らないようにしてほしい。私にできるでしょうか。できるとも。ご隠居も恵みの者たちもこの俺もできるだけのことはする。これはダメだ。先生、間もなく良い硫黄が来ます。田之倉屋の硫黄が。何？探しに来るのが隠密のやり方では。他にもいると。怪しい奴は田之倉屋の火消しだ。いや、西松屋の三人連れの方が。上様が私のためにわざわざ九州まで、もったいのございます。何を言うのだ。本当に無事でよかった。上様、それで何かわかったかの。硫黄の横流し、火薬の密造、すべて事実でございます。加担しておりませんのは田之倉屋ぐらいのもので、尾形がまとめ役を務め、蘭学の知識を駆使して威力の大きな火薬の開発を企んでおります。おその、この間の原因不明の爆発というのも尾形たちの仕業じゃないのか。間違いありません。新しい火薬を試したようです。試す、なんということだ。人間の命をなんとこらえておるのだ。しかし、一軍学者の企みとしてはちょっと仕掛けが大きいようだな。はい、尾形を操る大物の黒幕がいるようです。ですが、それが誰かは。鉄砲を持たせれば撃ってみたくなる。刀を持たせれば切ってみたくなる。それが人間の常だ。新しい火薬は必ず世の乱れを誘う。なんとかせねばいかんな。上様、おけがは。大丈夫だ。助かったぞ。今のは何者であろう。尾形の配下でございます。我々が邪魔になってきたのだ。黒幕も動き出すかもしれんぞ。田之倉屋は気の毒であった。下手人は必ず捕らえるからな。ありがとうございます。店の跡目だが、何とするな。はい、いずれ私が婿を取りまして。帝大の慶吉か。
そうかそうか、それがよい。差し許すぞ。はい。ただし条件が一つある。異様を作るのだ。はどこでもやっていることではないか。家業も伸ばせるし、望みとあればお上御用の指定もしてやる。ありがとうございます。でもそれはできません。異様は作らないのが父の意志でございますので。おてる、その方お代官のご命令に背くつもりか。いいえ、でもそれだけはお許しください。お嬢さん、代官所の御用は何でございました？それがね、異様を作れと。そんなことではないかと思っていました。でもお代官様のご命令では逆らえませんね。ダメよそんなこと。それだけはダメ。慶吉、これを見て。ここでたくさんの人たちが亡くなったわ。二度とあんな人たちを出さないためにも、火薬の原料になる硫黄は作ってはいけないのよ。でもお上に逆らうとまずいことになります。やはりご命令には従った方がいいのでは。それは違うぞ。おてるさんの言う方が正しい。おてるさん、話がある。来てくれ。おてるさん、啓吉には気をつけんといかんな。啓吉は尾形とグルだ。え？そしてどうやら奴らの黒幕は代官同蔵の。そんな、そんなことありません。万次郎さん。お嬢さん、すべて新さんの言う通りでさえ。旦那様を殺したのも奴の手引きだい。それだけじゃなか。ケーキ茶お店の湯の花を持ち出して湯を作ってた。それが早見屋の爆発に。ケーキ茶を信じたいかんばい。お嬢さん、俺にできることなら何でもしますたい。目を覚ましてください。そんな、そんな。お嬢さん、万次郎さん、おぬしおてるさんに惚れてるね。なんだ言うちょる。しかし俺はただ拾ってもらった旦那様に恩返ししよう、それだけだい。私の正体見破られました。何、そいつはまずいな。質のいい湯をどうしても手に入れなければならん。新しい火薬を作れば濡れ手であの大儲けができる。わしゃその金で江戸に帰り世に出る。一生片田舎の代官で終わってたまるか。私とて何としてでもお侍に出世しとうございます。わしが江戸へ戻れば旗本御家人望みのままに引き上げてやれるのだが。ここまで来て金のなる木を枯らす手はないぞ。お代官、こうなったら刀で硫黄を作らせるんだ。おてる、お代官に逆らった不届き、お縄にいたす。神妙にせい。お嬢さん、だから言ったじゃありませんか。お代官様に逆らってはいけないと。おてる、意地を張らずに硫黄を作ったらどうだ。そうすれば全てを許して使わすぞ。
おやめください。お代官様ともあろう方が何てことを。どうしてろと異様だけは作りません。それがお父っつぁんの意志、田之倉屋の誇りです。いいえ、女を連れてけ。どうしたんだ。お嬢様がお代官様に。お代官様、お嬢さんはどうでも用は作らないつもりのようですが、どうなさいますか。そうよな、純度の高い用を何としても欲しい。耳すまぬやつは切ればいいんだ。心配いたすな、用は必ず手に入れ。田之倉屋の用山、湯の花小屋を召し上げ、お上直轄にすれば、用はいくらでも手に入る。なるほど。それは結構ですな。言うな。お照を返してもらおうか。新さん、下がれ。貴様なんかの出る幕ではない。下がれ下がれ。そうはいかん。そっちがそう出るなら腕ずくで取り戻すぞ。動くな。それ以上近づくと女が死ぬぞ。控え。一同、字は高い。あのお方をどなた様と思う。それを置くも八代将軍吉宗こうなるぞ。一同、図が高い。じじい、冗談が過ぎるぞ。上様がこんなところにおられるわけはない。どうぞの首里太夫、俺の顔を見忘れたか。江戸城で会っておるぞ。上様。どうぞの。その方、西国代官という公儀より天領を預かる身でありながら、己の出世欲に目がくらみ、火薬で一儲けを企むとは何たること。貴様の悪行のために、罪もない多くの人々が命を落とし、真面目に暮らしておる人々がどれほど苦しんだことか。吉宗、見過ごしにはできぬ。成敗いたす。上様。おてるさん、
いろいろと苦しめてしまったが、これもすべて俺が至らぬせいだ。許してくれ。とんでもございません。将軍様とは知らずご無礼ばかり、ご勘弁くださいませ。気にするな。それよりこれで誰が本当に田之倉屋のことを心配しているかよく分かっただろう。ご覧あれを。万次郎。万次郎はいい男だ。これからは二人で力を合わせ田之倉屋を盛り立てていくことだ。みんなには俺の正体内緒にな。なんでなんで新さん、もう済んじまったのかい。だよ、せっかくお暴れできると思ったのによ。新さん、ちっとは残しといてくんなきゃダメじゃねえかね。冗談じゃねえよ、一人だけ威嚇して。そうよ、うん、すまんすまん。どうです、歩けるようになりましたよ。もうすっかり治りました。そうか。ねえ大御様、足は治ったし、足もこれから九州へ一っ走でパーって行ってきようと思ってるんですがね。ああ辰五郎、今朝方上様から使い鳩が来てな、すべてうまくいったそうだ。じゃのうちの連中は邪魔にはならなかったんですね。うん、邪魔どころかなかなかの活躍だったらしいぞ。本当ですか。とにかくお主は江戸にとって大切な人間なんだ。早く足を治して火事場で活躍してもらわんとな。体を厭わんといかんぞ。大岡様。はい、お待ち遠さまでした。おい、キュー、なんだここから大じゃねえか。お前ジム張り込んだな。なに、お奉行様のおごりですよ。え、これさあ、やりましょう。怪我ねえや。仕事してくれちゃ。いや、今頃みんなはどうしてるかな。ちょうど秋祭りだ。おさいのやつに乗ってんじゃねえかな、まだ。誰はしないさ。負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記暴れん坊将軍、次回は。将軍家を暗殺する。幕府によって滅ぼされた加藤家の恨みを晴らす時が来たの。
100年前の亡霊が未だ世間を騒がせているとはな。断る日まで一切の身分を隠してその地に潜む忍びの者を草と呼びます。草か。どこへ行ってきた。抜かるなよ。次回、火の山にかけた女、どうぞご期待ください。